漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はゴールデンカムイ、野田悟先生の作品です。連載期間は2014年から2022年、週刊ヤングジャンプで連載されていました。ゴールデンカムイは本日連載が終了しました。まずは野田先生お疲れ様でした。パチパチ、終わり方なんですが、とても気持ちよく最後に薬とさせてくれるいい形でした。今後全31巻予定の単行本では加筆もされるみたいですね。さて全体の内容はというと、明治時代の北海道が舞台。アイヌが残した大金を手に入れるため、不死身の異名を持つ元軍人の杉本佐一がアイヌの少女アシリパと旅をする話。前はジャンプのアプリで読めたのでほぼ一気読みしました。アイヌの歴史や文化が知れるところはとても楽しいし勉強になります。チダタプなどの言葉も耳目に残ってます。描写的には過去の回想で一つの場面がいろいろな人物の視点で描かれるところが良かったです。作者か編集自らが冒険、歴史、文化、狩猟、グルメ、ホラー、ギャグ&ラブと言ってるわけですが、この漫画にはそういったバラエティーさがあって、それが作品世界を大きくしていますね。ハシリパさんは可愛いし、サイチも魅力的で、何期もアニメ化しているところからも分かる通り人気作なのも頷けます。ただ明るい変態たちよりですね、暗い変態たちが好きな私としてはいまいち乗り切れなかった感はあります。まあこの辺は好みなので、はちゃめちゃなノリが嫌いでなければおすすめです。最後にサイチが一貫してアシリパのことをさん付けしているのって、サイチの人間性というだけでなく野田先生の人間性も大きく影響している気がしました。ということで興味を持ったら読んでみてください。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。